ていただきます。入りますみな皆様見守ってください。さあ準備ができたらトリックボックスの中へお願いします。さあ大丈夫ですね。 OK、 それでは行きましょう。スピアーズカップロングスリーバンド決勝ラウンド決勝決勝戦の緊張の中始まったロングスリーパー。マーキュリー対マーキュリーの音が聞こえる。彗星のごとく静かにどっしりと構える。そして優勝をさらっていくのはトモキ君、そしてトーヤ君、果たしてどちらなのか。なかなか強いですね。すごい綺麗なロングスリーパーですね。おっとトモキ君がちょっと回ってきた。トモキ君はちょっと曲がってきましたが、キャッチキャッチ、おっとここでさあね、ジャッジはもうヨーヨーが投げ出された瞬間からタイム計測が始まってますので、ちょっとタイムラグが最初のスタートがあります。さあこのタイムラグがどう影響してくるんでしょうか。それでは向かって左側トモキ君のタイムを見てみましょう。こちら35秒01。そして右側トーヤ君のタイムはこちら35秒85。ということで、ザッツモーリートーヤ君の優勝です。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それではですね、この後一つ行いますので、一旦ステージの裏でお待ちください。はい、では表彰式に移りたいと思います。まずはファミリークラスですね。ファミリークラスの上位優勝者の方ステージへお願いします。どうぞ。さあそしてプレゼンターはトップスピナーの3名です。さあ3位のペアには順位より贈られますブロンズバージョンのクロスドラゴン、そして2位のペアにはリュウジよりですね、シルバーバージョンのクロスドラゴン、そして象徴、そして1位のペアにはレイよりスピナーズカップ、そしてゴールドバージョンとクロスドラゴン、イベント限定バージョンがアワードされます。おめでとうございます。さあそれではですね、では、まあ、1位のペアにインタビューしてみましょう。じゃあまずお父さん、吉田さん優勝しましたけども、あの娘さんの涙を見てどうですか。頑張った甲斐がありました。はい、やっぱり気持ちが困ってますね。じゃあそのミヤちゃん、今夢が叶いました。お、夢が叶った。素晴らしい。皆さん、よろしくお願いします。はい、やはりね、親子でヨーヨー美しいですね。皆さん、ぜひ親子でヨーヨーやってほしいと思います。それでは、記念撮影をしたいと思いますので、真ん中に一歩前に出ていただいてですね、真ん中に集まってください。はい、それでは、あの、手を挙げてる、あの、人色のおじさんに、はい、一つでは。はい、それでは金秒ソウルで笑顔でお願いします。いきましょう。金秒ソウル笑顔でお願いします。 OK ですか。はい、 OK です。おめでとうございます。ファミリークラスの上位3名でした。それではステージの裏へお願いします。はい、続きましてですね、はい、一般クラスの表彰に移りたいと思います。はい、OK ですか。さあそれではですね、同じくトップスピナーより商品を贈呈させていただきます。まず周囲よりクロスドラゴンのブロンズバージョンと賞状が贈られます。おめでとうございます。さあそしてリュウジより第2位のシルバーバージョンですね、贈られます。そして1位はレイよりオリジナルスピナーズカップでゴールドバージョンが贈られます。おめでとうございます。さあそれではね、1位のスピナーにちょっと聞いてみましょう。今の気持ちをどうぞ。あ、嬉しいです。嬉しいです。ロングスリーパーのコツは、まっすぐ投げる。まっすぐ投げる、そうですね、基本が一番大事です。さあそれでは記念撮影をしたいと思いますので、真ん中に、はい、ギュギュッと集まってください。はい、それではですね、あちらの、はい、カメラの手を挙げてるお兄さんに、はい、それでは笑顔でいきますよ。2、4、5、笑顔でお願いします。これは未来のトップスピナーですかね。はい、ありがとうございます。これからもトップスピナーを目指して頑張ってほしいと思います。それでは一旦ステージの裏へ行きます。はい、はい、はい、ありがとうございました。それでは以上ですね、
スピナーズカップロングスリーパーズを終わらせていただきたいと思います。ファイトはトップスマン、シュン、レイ、リュウジ、そして素敵な審判、ダッチ、マニー、そして私、MC、ユウでした。それでは次のステージはですね、13時から、はい、トップスピナーズのデモンストレーションが始まりますので、皆さんそちらもお見逃しなく。それでは次のステージでお会いしましょう。皆さん、バイバーイ。